Inara. Yeah, yeah, you're gonna look stupid no matter what. The winds of winter howl. どうも皆さんこんにちは。茶番部の抹茶です。今回はパラディンズカジュアルマッチということで、イナラを使ってヘビのビーチで戦っていきます。こちらは2タンク、対するお相手は、なんや、2フランクかなですね。はい、ということで、やっていきましょうか。Your time is up, mortals. I've come to wipe this world clean.さあ、やっていこうか。母なる恵み。で、やっていきます。ロードアウトこちらですかね。まあ、顔これ使ってます。ですから多分、最初に奈良使い始めの人にはこっちがおすすめですね。まあ、違いはこの、最大 HP を増加させるか、監修のフィールド、監修の領域の上に乗っている時の火ダメを減らすかっていう違いなんですけどね。はい。アイテムは、焼灼と瞬速積んでいきます。僕はさっきの今紹介した2つのタレントじゃねえ、ロードアウト使い分けて一応使ってますね。まあ、今回ドレッジとかそういう、こう、ポイントにめちゃくちゃ永遠に圧をかけるようなキャラがいないんで、まあ、監視の領域の上に乗り続けられるかなっていう考えがあったので、今のロードアウトにしました。さあさあ、やっていきましょう。やべ、ミスった。ジャンプできなかった、うまく。悲しい。悲しみのジャンプ。さあ、ここはポイントの方に圧をかけていきたいところでございますが、ポイントじゃねえや、左の上の高台ですね。ちょっと今のごめんだな、リアンの射線を一瞬消しちゃって。これやれる。すまね、今の愛をすまね、マジですまね。この上にですね、ここの缶だったら多分キネスサがそうだよね、やってくれるよね。さあ無事仕留められましたね。あ、上に逃げてたかな、ミールは。懸命ですね。お、なんか来たぞ。あ、やってくれてるね。いや、今のアンスガードは切らなくてよかったアンスガードでしたね。こっちが多いんで、人数が。相手もあんまり詰めづらいはずなよ。いしょ、今サポーチしてるはずなんで、前出すぎないように気をつけたいところかな。おお、いいね、入ってきたけどね。あ、ダメか。やれるやれる。見てあげないと、あいおが多分持ってかれるな。ね、その方に行ってるから、これ一緒に打ってあげないと死んじゃう。黒場打ちたい。OK ですね。ここはちょっとでもダメージを稼いでクレジットをね、もらいたいので。消灼3までいけないので、瞬速と一緒にセットで買っていきましょうかね。最高。次こそジャンプを成功させるんじゃい。よし。さあ、初動でこうやってピチピチして受けると、はい、ナイス。お、なんか上取られてね、なんか敵がバラバラ散ってるな。あ、やべ、逃げられる。グローバーやった。いたよね、今。うわさあ、ポイントは取れましたね。ルナが乗っててくれてるので、それで、ポイントは取れました。足つむか。初尺3まで行きたい気持ちもありますが、まあ、多分ここでもう押しちゃっていいんじゃないかな。アユがすごい激怒だね。カンそっち見てくれよ、超助かるな。
まあ行き過ぎない程度に押しておいて、課題に行ったのか。よしよし。ここはグローバー落としたいな。サポー。N% 以下100キルウルトですね今は。さあこれ運べるんちゃうか。 1v1 そこで 1v1 どころじゃねえやん。 4v1 じゃん。勝ちましたね。よし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 。さあ結果はこんな感じですよと。最大火力出てますね。いいですね。いや稲田は強いぞということで、まあ、今回はこの辺にしておきましょうかね。ちょっとねやっぱ移動スキルないから、あの最初始めたては稲田難しいんですけど、慣れてくるとこう、あこのタイミングで引かなきゃいけないなっていうのがある程度分かってくるので、そういった意味でね稲田ちゃん強いので、ダメ系とかしっかりついてるんでね、とか壁もあるし、あの割られないんで、あの壁は誰にも割られないまで行っていいぐらい硬い壁なので、まあ、悪気失せるぐらいの壁なので、袋小路ね。はい。なんで、よかったらぜひ皆さんもいなら練習してみてください。ある程度こうできるようになってくると、やっぱめちゃくちゃ楽しいんで、正直僕はバリックよりいなのが楽しいまであるので。うん。バリックは何だろう、結構、みんなある程度扱いやすい、無難なチャンピオンかなっていうところがあるんですけど、いならちゃんはこう、硬くなるけど、こう移動ですって、後ろに引くことができないんで、ちゃんと引くタイミングをね、あの見極めないといけないところはちょっと難しいんじゃないかなとは思ってますが。まあとはいえすごい強いチャンピオン、硬いチャンピオンに変わりはございませんので、よかったら皆さんも戦って、遊んでみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。